負けたくなーい仮面伏名ー投資の検証お疲れ様です。サンキューベッド結構奥です。本日は4ベッド2 3 1 0円のプラスでした。福岡にも東京インテリアが浸水してきまし,して行ってまいりました。とても広く素敵な家具がいっぱいでした。ぼーっと馬の照明を眺めていたら店員がよかったら買いませんか買えるかこんなものということでいいツッコミいただきました。ということでまず馬さんですね。<laughs> これ <laughs> これ買う人、ファンキーですね。これ、これ、ワシさん買ってくれたら面白いですね。これ、<laughs> まあでも誰か買うんでしょうね。うん、人それぞれ価値の感じ方が違いますから。はい、ということで、この馬の証明すげえな。はい、えー、今回488円、708円、408円、558円、2314円という結果で、えー、本日も、えー、プラス、えー、1回も負けずに終わっとります。 いや、この馬の照明、ファンキーですね。これ、なかなかこれ置いたら、これね、動画のネタで、ね、これ多分結構高いでしょうね。<laughs> まあ、動画のネタで買ったはいいけど、クソ邪魔っていうね、オチですね。<laughs> これ、ね、ちょっとファンキーですね。僕は買わないですけど。<laughs> いや、こんなの売ってるんですね。これ誰が考えたんですかね、これね。ちょこれ考えた人でもファンキーだな。 これ考えた人すごいですね。これを作って売ろうとした人が。うん。いや、でも、あれですよね。お店に一個あると、やっぱ目,目をひく引きますよね。まあ、売れなかったとしても、なんかお店になんか、うおーみたいなね。うん。すごい。ここが証明になってるんですよね。ここが。<laughs> すごいなあ東京インテリア、やっぱ攻め、攻めてますね。東京インテリア攻めてるね。 やっぱこうね、東京インテリアの株いいんじゃないですかね。東京インテリアって上場してんのかなね東京インテリアの株いいんじゃないですか。これ攻めてますよ。絶対攻めてる。<laughs> はい、ということで、えー、これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。